私たちは昔から数多くの災害に見舞われ、自然の恐ろしさを体験してきました。2024年1月1日に発生し、最大震度7を観測した能登半島地震をはじめ、各地で地震が多発しています。被災地では数ヶ月経った今でも不便な生活を強いられている方々がいると聞きます。いつ起こるかわからない自然災害、今回はいざという時のための備えや心構えについてもう一度考えてみたいと思います。今回いろいろと教えてくれるのは危機管理課の田中さん。番組で以前放送した防災の特集に引き続き、今回2回目の出演です。普段は災害時の市民の安全に関する業務に携わっていますが、プライベートでは趣味のキャンプや料理などを満喫しているそうです。前回の番組では防災の基本、自助、公助、共助の連携や家庭でできる防災対策についてクイズを出題しながら、日頃の備えやちょっとした工夫などを紹介しました。今回はその内容も踏まえつつ、ちょっと切り口を変えてお届けします。田中さん、今日は防災について学びに来たんですが、キャンプと防災、一体どういう関係があるんでしょうか？はい、キャンプでは場所によっては水や電気が使えない、または使う量が制限されているところもあります。災害時も似たようなシチュエーションが考えられるので、実際にキャンプをしながら防災の知識やスキルを身につけたり考えたりすることがおすすめです。なるほど、キャンプを通して楽しみながら防災意識を高められるのはいいですね。ところで近藤さん、前回の番組のおさらいになるんですが、近藤さんはいざという時のために何か備えをしてますか？もちろんやってますよ。今日は普段家で準備しているものを持ってきましたので、見ていただいてもいいですか？差し当たり必要なものが揃っていていいんじゃないでしょうか？あ、よかったです。こちらは非常持ち出し袋の一例になります。必要最低限のものとして水や食料はもちろん、懐中電灯や携帯ラジオなどご覧のものを事前に備えておくことをお勧めします。携行物品としては貴重品、食料、下着などの衣類、持病薬などの医薬品、清潔維持のためのタオル等を用意するといいと思います。そして備蓄品とは、災害時に建物に被害がなく避難する必要がないけれど水や電気、ガスなどが使えないという時のために備えておくべきものです。衣類や簡易トイレ、3日から1週間分を目安とした水や食料、さまざまな用途に使える新聞紙や段ボールなどもあるといいと思います。また各ご家庭の家族構成や状況によって必要なものが違います。ミルクやおむつ、生理用品、常備薬などなくてはならないものを備えておくことが大事です。こちらにあるのは普段田中さんが準備している備蓄品ですか？非常時のために準備しているもののように見えるかもしれませんが、これは普段僕が愛用しているキャンプグッズです。そうなんですね。私が持ってきた備蓄品とこうやって並べてみると、防災に役立ちそうなものがありますね。例えばカセットコンロがあればお湯を沸かしたり、温かい食べ物を作ったりすることができます。また折りたたみカートは普段キャンプ道具を運ぶのに使っていますが、災害時に給水タンクに入れた水を運ぶのに役立つと思います。それから避難所には毛布や折りたたみベッドの備蓄がありますが、数には限りがあります。寝袋があると暖かいしクッション性がありますので快適に過ごすことができます。
今教えていただいた3つを私が準備した備蓄品に加えるとより安心感が増しますね。それから先ほどもちょっとお話ししましたが、備えとしてとても大切なものの一つが簡易トイレです。1人1日だいたい5回トイレに行くと考えて、家族の人数分の1週間分は準備しておくと安心かと思います。結構な量になりますが、被災しても生活していくために、また衛生面においてもトイレは常備しておきたいですね。防災グッズを一から揃えようと思うとちょっと身構えてしまうんですが、キャンプグッズなど普段から使えるものであれば気軽に揃えることができそうですね。そして忘れちゃいけないのが食料品の備蓄です。一人だいたい1週間分の量を備蓄しておくと良いと言われています。先ほどの近藤さんの備蓄品を確認するとちゃんと揃えられていましたね。もちろんです。我が家は3人家族なので、それぞれの分を用意するとなると結構な量になってしまうんですが、ちゃんと準備をしています。ちなみにローリングストックもしています。さすがです。ローリングストック法とは、消費期限の短い食品から順番に使い、消費した分だけ補充する方法のことを言います。これは缶詰やレトルト食品など普段利用している食品を最初に多めに購入しておいて、消費したらその分を補充するという方法です。そうすることで消費期限切れを防ぎ、常に一定量の食品を備蓄することができます。ただ気づくと消費期限が近づいていて慌ててしまったりするんですが、何かコツなどありますか？可能であれば週に1回または月に1回、曜日や日にちなどを決めるなどして確認できると良いと思います。また期限が短い順に備蓄場所の手前に置いたり、気づきやすいように目印をつけたりすることで見逃しを防げるかと思います。ところで近藤さん、そろそろお腹が減ってきませんか？さっきからもうお腹が鳴ってしまってペコペコなんですよ。ちょうどそんな頃かと思ってこちらを作ってみました。どうぞ、はい、まずは召し上がってください。はい、うん、食感はフレンチトーストみたいですね。美味しいです、甘くて。実はこれ非常食を使って作ったんですけど、何を使っているか分かりますか？何でしょう、缶詰のパンとかクラッカーとかですか？正解はこちら、乾パンです。乾パンはそのままだと硬いですが、水分を含ませると食べやすくなります。味が薄いためどんな食べ方でも味を邪魔しないので、いろんなアレンジができます。乾パンって硬かったり、そのまま食べる以外食べ方が思いつかなかったりと、我が家でもどうしても残りがちだった気がします。実は家でチーズケーキを作ってみたんですけど、その時のタルト部分のクラッカーの代わりに乾パンを使ってみたら、とても美味しくできて家族からも好評でした。その他にもアルファ米や缶詰などを備蓄している方も多いと思います。そういったものを普段の食卓で出すのもいいんですが、せっかくならキャンプをするときに非常時を想定して使ってみると、楽しみながら味や調理方法の確認もできるのでおすすめです。また非常食のアレンジレシピはインターネットで検索するといろいろ出てくるので、皆さんも試してはいかがでしょうか？確かに非常時の状況に応じた調理法を知っているのと知らないのでは大きな違いがありますよね。私は以前ソロキャンプをしたことがあるのですが、次はぜひ防災を意識したキャンプも体験してみたいと思います。日頃から防災について考えることはなかなか難しいと思いますが、大切なことです。キャンプに行った時に普段の生活と比べて何が足りないのかを知って、楽しみながら防災について考えてもらえたらいいと思います。田中さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。